ビッグオブライアン。ああ勝ちましたね。試合見てました。タナさん0から100のテンションの持っていかすごいですね。すごいね。テントやん。もう5秒前ぐらいまで0やったじゃないですか。ゼロやって。そういうこと言わなくていいってマジで。びっくりした。いつもこれだよ俺。なんか魂抜けたんかな思ってました。もう疲れ切っていけるかな思ったけどいけそうさ。怖い。逆に怖いんだよ。いや俺このままじゃん。いや表と裏すごい、ね。そんな始まる前の僕の映像がこちら。どうかな。よし。はい、ということでビッグアップライアン。はい、ということで今回はですね沼津戦となりまして、久々になんかこう爽快な試合をね見せていただきましたよね。谷口久夫君の今回の勝因って何だったと思います？いくつかはあると思うけどその中でもこれかなっていう気持ちじゃないですか。もうみんなの気持ちが見えましたね。じゃあバッチャどうでした？前半もう立ち上がりすぐにシュート打って、山谷君だったかな、今までの負けてたゲームとは違う入りをしてたかなっていうふうに思いましたね。まあ、勢い持って入れたのかなっていう。ありがとうございます。次の試合もね、まあ、簡単じゃないですよ。首位熊本との対戦となりますから、じゃあピックアップレーやっていきましょうか。佐藤君いつもの掛け声お願いします。掛け頑張ってくれてありがとう。行こう。ちょっと恥ずかしかったわ。はい、ということで明治安田生命 J3 リーグ第24節、アスルビラの沼津をホームに迎えたゲームとなりました。他のお客さんがね平波スタジアムに駆けつけてくれての戦いとなり、岐阜戦で鹿児島初のサードユニフォームとなった岐阜戦に勝った時の赤いユニフォームを着てくる方もなんか多いような感じの雰囲気のスタジアムとなりました。はい、ということでメンバーを見ていきましょう。こちらです。ゴールキーパー大西選手、右からホゲツ選手、センターバックウェズレー選手、ユーフォーソのヘンリー選手、左江藤選手、ボランチが田辺選手と中原選手、トップ下に三宅海斗選手、フォワード左から島津選手、山本選手、山谷選手というメンバーになりました。サブのメンバー白坂選手、砂森選手、藤原選手、大梁選手、野竹ひるや選手が帰ってきましたね久々に。はい、そして中村健人選手、園田拓磨選手というメンバーになりました。前回同様テーマをちょっと設けてみましたので、はい、テーマはこちらになります。どうぞ。これぞ鹿児島の原点、誰かのために。はい、ということで一つ目のピックアップレー見ていきましょう。こちら、前半9分大西翔吾選手、魂のコーチングと。これは誰ですか？はい、これは前半の9分ってこともあって、大西毎回やっぱ気持ち入ってるんですけど、今回やっぱホームでより魂こもってたんちゃうかなと。その中にも冷静に江藤君にコーチングして、その後もコーチングしっかりして、声で守る守備、もうキーパーからするとシュート打たせないのが一番じゃないですか。ディフェンダーを動かして、まあこのシーンはそんなに危ないシーンではないんですけど、大西の声一つでマイボールにできたし、こういうプレー大事だと思います。これから。はい、ということでこれはね声も入ってるんでよく聞いてもらえるとだと思います。何を言ってるか聞き取るってよりは、みんなにこう指示を出して守ってるよっていうのを感じてもらえたらと思います。こちらです、どうぞ。フリー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 、最後ちょっと何言ったか分からなかったですけど、ウェズ右ミキアフリーフリーフリーみたいな感じでしたね。ウェズ右ミキアフリーフリーフリーまで。ちなみに田野さん風に考えると何て言ったと思います？俺風に、たくまでも俺風だけど、はい、なんかなんだろうな、フォワード前の選手に、伊沢はどんな風に考えたの先に。ひどい。じゃあもう一回だけ流してもらっていいですか？ウェズ右ミキアフリーフリーフリー。そうやば、俺多分分かった。分かりました。ちなみになんて笑かしに行ってます？大西最初は島村って言ってたから、あの洋服の、そう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 、そうなんだ。島村にわりにわりにわりって言ってた。これ誰言ってたんですか？相手に言ってんじゃない？教えてあげたら、県外から来てるから。そう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 、もう一回聞いてみる。ウェズ右ミキアフリーフリーフリー。言ってねえ。2割2割なんか言ってねえ。引っこ抜いて早く打ててない。なんで？島村2割引っこ抜いて早く打ててない。もう一回聞いてみましょうか、ちょっと。
ソヤは島村って聞こえるね。でもね、島村引っこ抜いて早くは言うてますね。これ島村引っこ抜いて早くってどういうこと？土地ごと買うってこと？大西多分これ興奮して何言うてるか分かってないんちゃうかな。ラスト1回で流します。たぶん中学校の友達板倉っていた。板倉引っ越せ早くって言ってるかもしれん。これ怖ない、なんか試合中にそれ言うん怖ない。板倉っていう友達がいて霊感があるんだと思う。ちゃん見えたんだ。見えたんだと思う。だから多分板倉引っ越せ早く危ねえぞみたいな感じだと思う。わかった。谷口くんどうぞ。これベズ右、ミキヤフリーフリーフリー。おうおう、島津引っ込め早くは後ろのボールボーイに早くボール出せと。もうノンルックで早くでボール今もらってる。なるほど。島津引っ込め早くでボールボーイに早く。あなるほど。じゃあ答え合わせしてみましょう。ミキヤフリーフリーフリー。島村引っ込め早く言うてるわ。正解はじゃあ何ですか？島村引っ込めて早く。はい、ありがとうございます。前半24分、山本俊介選手技ありキープからの田辺圭介選手、見とれるサイドチェンジと。山本くん試合どんどん出ていったらもっとおもろい選手になっていきそうですね。あの感じはね、楽しみですね。これからここに来て最後の切り札になりつつあるんちゃうかなと。ラッキーボーイになってほしいですね。山本くん技術もしっかりしてるから、ポストプレーでも結構繊細にできるんで。試合出続けたことによる自信がつくじゃないですか。そういうとこが出てきたらもっと面白い選手になりそうやなって。あと田辺くんですよ。僕が北九州時代練習戦として参加した田辺くんにうどんごちそうした、あの田辺くんですけど、このサイドチェンジやっぱ素晴らしいですね。真後ろから見たいぐらい綺麗なキックだったね。蹴り方もそうですけど、見てるとこもそうですし、全部がお手本やと思います。ナイスキック、ナイスキック。そのプレーこちらです、どうぞ。はい、これまず山本選手、はい、ちょっと球スピード遅いからっていうのでね、お前行くふりして相手に、で、これ田辺選手がここからほぼワンステップ。はい、もう大好きこのキック。インポイント、このボディフェイント見せて、キュッ、また の裏が相手通してるもんね。で、これトラップ、トラップで相手抜く、うん、1、2、3でもう最後チェンジです。軽い感じでこうやって蹴んの気持ちええねんな。見ててすごい気持ちいいよね、本当に。うん、でここでまず山本君がほらためが作れることが大きいじゃん、結構ね。おお、で逆で走ってるね、あの山谷君も素晴らしいし、自信持ってこうやってプレーしてほしいね。いや、山本君もそうだけど、いいよ。ああ、ナイスプレー。これでこっちに寄ってる8人ぐらいだと一気に高いだからね。うん、でまた相手は戻んないといけないし。続きまして前半43分、三宅海津選手異次元のタッチ、これこれこの切り替えっていう、この2つを見てほしいんですけど、まずこの異次元のタッチっていうのはもう訳が分かんないです。どうなってたんですかこれ。まあこれ見てもらった方が早いかな、真似できないと思う他の人。三宅海津ならではのボールタッチの技術というか、結局相手を2人置き去りにして抜き去った後に山本くんにパスを出すんですけど、ちょっと合わなくて山本くんのかかとに当たって相手ボールになるんです。その後の動きが今回の三宅海津は全く違いました。二度追いも屈することなく相手を追いかけますわけですよ。勝つのマナーです。これが普通かな。カイトはカイトはこれぐらいやる男だから、点取り始めたらもっとヤバくなる。わかりますね。どうなってるかもうスローで見てもわかんないかもしれない。トントントン、パス、あー失ったけど、こっから追うんですよ一人、もう一人で、ここで仲間戻る時間できてっていう感じですね。トントントン、ほら何回触った、ドリブルだけ3回、1、2、3。相手もこれどこ行ったか分かってねえもん。マニエグいな。やばくねえんすよ。でも本当紙一重で、これトラップもし決まってたら結構ビッグチャンスなんですね。いや、えぐい。やばいでしょ。だって相手違う方向にディフェンス行ってもう出るやん。こんなことある？今まであんまないなくないけど、相手がさ進行方向、しかも2人行っとるから、1人じゃん。
俺もだからかっちゃんが言ってる、なんて言うんだろう、すげえんだっていうのが俺もすごいと思ってたけど、今回のこのプレーで、あ、マジですげえって思った。すげえ。はい、続きましてウェズレー選手、マジでナイスプレーありがとうウェズレーっていう題名にしてみたんですけど、かっちゃんが挙げてくれたんですけど、1つじゃなく3つボンボンボンって、これも連続でちょっと2回ずつ流してくださいみたいな。なんだろうな、まあなんていうんだろうな、こういう守備ができる時って多分自分的にも乗ってる時なんですよ。なんかなんていうんですか、無理聞くというか、体がね勝手に動いちゃうみたいな。わかんねえかな、わかんねえか、俺もわかんねえ。酔っ払ってなかったら辻褄合わんで今の。本当にウェズさん、鹿児島ユナイテッドに10年ぐらい在籍してんじゃないかっていうぐらいの責任感を持ったプレー、俺がチームを引っ張って体張って仲間のミスも俺が救うしみたいな、そういうプレーがすごい見えたの。田中修斗君を思い出すプレーでした。あー、わかるそれ。昔で言うとね。そうだね。はい、ということで、そんな田中修斗君のような乗り移ったかのようなプレーをしてくれたウェズレー選手の3連チャン、こちらにあります。どうぞ。まず1つ目はこれですよ。ここにいて相手をクロス上げるわけですよ。もう1点もんですよ、これ。これだ、危な。下手したらもうおーちゃんも怪我してるぐらいですけど、もうウェズレー選手も怪我しちゃいますからね。これよう外に弾きましたね。だからまあこれオンゴールになってもおかしくないよね。確かに。でも触ってなかったら多分奥の相手が触ってる。そうだね。はい、次コーナーキック、これうわー、ボールから目を切らず、いや、ね、で最後こちらね、残してスローに出してもよかった、ここでファールで倒れてもよかったけど残して、マジこれね、チャンスになるっていう。強いよね、マジ体強い、マジで強くね、これ。俺出してるわこれ絶対。ねえ、どうした。いや、ウェズから DM 来たんですけど、俺の今日のプレー見てくれましたか。3番の魂ほんまに俺が受け継いでますって日本語で。ほんまにって言ってた。ほんまにって、マジでほんまやでって言ってました。お前絶対分かる、嘘つくよね本当に。ラストになりました。後半56分、園田拓磨選手、確信犯ストライカーとゴール決めた選手より目立つな。若干これもうちょっとツイッターとか話題にはなってるんですけど、ちゃんと取り上げたいなと思って。ていうかもう言っていいですか、本人が取り上げてって言った。あ、そうなん。そうなん。田中さん、ちゃんとあれ取り上げてくださいよって言って、可愛いくらい。でもそれは取り上げんといかんね。何やったん結局。何やったかわからん。なんでそこを聞かないの。え、なんでそこ聞かなかった。なんで聞かなかったのって言われても。ただでも島津選手と向かい合って同じポーズをしてた。島津くんもやってるんだ。島津くんもやってる。だから多分どっちかがゴール決めたらこれやろうぜみたいな約束してたんじゃないかな。かわいくない。ねえ、いいよね。いいね。カメラはゴールを決めた山本くんより途中からすごい目立ち出した園田拓磨を抜いたみたいなシーン。そっちにしか名言があったもんな。なんかそのみんながさ飛び込んでいってる中、一人だけ全然飛び込まんかったやん。もろかったけど、こいつと思って。普通に面白かった。なあ、普通に面白かった。確かに決めてない人同士で何かやったっておかしいらしいんですけど、こちらです。どうぞ。はい、このクロスから、あー素晴らしい、さんがやったね、ヘディングで、よー決めた山本選手、すごい、みんなわー山本くんと思ったら無理です。確定アストレシャキ、何してんのこれ。しかもキレあるような、なんか何か芸人みたいな。ジャケ、何この動き。もう一回じゃあラスト見てみよう。これ何なんだろう。じゃあ多分お笑い芸人とかじゃないかなとは思うんだけど、好きだからたくま。ああ、お笑い芸人の真似ということ。キレがでも半端ないのこれ。すごい。なんかたくまに一言ずつあります、これを見た上で。いや、俺はもう自分がゴール決めてやるよって言いたいけど、まあでもそういう目立ち方もあるよねって。こういうの流行っても面白いよね。流行ると思うよ俺。ベンチの選手がみんなあれしたら面白くない。ちょっと全員でやってほしい。全員であれガッてやったら絶対おもろいね。あれに限らずなんかおもろいのあったらやってほしいよね、みんな。ねえ、それを見に来るっていうのも一つで、ね、エンターテインメントになるしね。はい、ということで、じゃあ MVP を決めていきたいと思います。多分みんな気持ちは一緒だと思うんで、大沢くん MVP お願いします。はい、そうだね。はい、ということで MVP 園田拓磨選手ということで。
季節はロアッソ熊本との対戦となります。まあ、簡単ではないと思いますけど、現段階では12戦負けなしというような成績な勢いもあってチームとしても出来上がってきてる感じではあるんですけれども、ただね、そういうチームにバチッと勝つことによって勢いを持っていけるっていうこともできるんで、しっかり鹿児島が一つあってね、アップできればと思いますけれども、じゃあ最後に一言ずつお二人からいただきましょう。はい、もうあと4日ぐらいかな、大阪梅田のルクアイーレ1回にて、元鹿児島エナイテッド FC 馬場健二選手がマインドプラスのポップアップショップしてるんで、ぜひ行ってください。お願いします。急う。分かる。馬場健二君 OB だし、分かるんだけど。はい。PR タイムじゃないから。あ、違うんや。九州ダービーはやっぱり負けれない。いくら首位の熊本も関係ないですから、ここまで来たら。何連勝、何戦負けなしにも関係ない。鹿児島の男として勝ってください。お願いします。ありがとうございます。ガチャも一言お願いします。今回の試合は選手の気持ちも伝わって、それが結果にもつながって、若い選手がかなり躍動してくれて、その中でやっぱり途中から入った順基とか中堅ベテランの選手が流れをまた変えてくれる試合を、次の首位の熊本相手にもできれば12戦負けなしの熊本さんにも勝っていただけるんじゃないかと思います。次も選手の皆さん頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。カップレー今日はここまでということで、チャンネル登録者数、この間エリートリーグで長崎さんとコラボさせていただいて120人近く増えまして、今週ライブ配信とかでも小林さんの頑張りがあって、ライブ配信時にリアルタイムで登録者が増えたり減ったり分かるカウンターをつけてくれて、見てる方も結構楽しく増えていく予想を見守ってくれたりしてるんで、そのおかげもあって今プラスで 4,50 人増えて、この1週間で 160人の方が増えたという、すごい。はい、ということで今日の動画はここまでとなります。熊本戦是が非でも勝ってもらうために我々も全力で後押ししたいと思うので、選手皆さん頑張ってください。今日の動画はここまでということで、バイバイ、また見てね。ありがとうさま、りょうた。それ奄美の方言なんで、はい。